ゴールキーパーは堀田、最終ライン右から本山、柳、鈴木、ボランチは若狭、2列目右から末吉、千葉、田部井、高橋、ツートップ左に8試合ぶりのスタメン、チアゴ・アウベス、そして右に坂本が入っています。ゴールキーパーは西川、最終ライン右からペレイラ、羽田、デルラン、一つ前右から松尾、安田、野村、高畑、ツーシャドウは鮎川、そして町田は14試合ぶりのスタメンです。ワントップは長澤となっています。立ち上がり早々はロングキックが多かったですけれども、こういう形でショートパスで崩すことができるような時間帯になってきましたね。上がってきました。左サイド高畑、2試合連続のアシストをマークしているところ、ファーサイドシュート行く。さあこぼれ球、長澤も反応したんですけれども、左サイド高橋仕掛けるか、中にチアゴアウベス、ボックスラインシュート、わずかにクロスバーの上でした。キックフェイクからのワンドリブルでニアの上をおそらく狙ったんでしょうね。岡山はペナルティーボックスに侵入できてきていますからね。さあそんな中でまたチャンスを作るか、タベイからシュート、ただここはオフサイドフラッグが上がっていました。出た時のパスがオフサイドという判断されましたけれどもね、今のスローのタイミングで見ると少し首をかしげるような。後半大分1回目のコーナーキックです。キッカーの位置には高畑、中には長澤、ペレイラ、デルラン、高さもあります大分。さあファーサイド頭で合わせる、ただこれもクロスバーの上でした。さあそんな中で岡山、鈴木が運んで上がっている高橋、オフサイドフラッグは上がっていない。さあファーサイドかわしたシュート、ここは西川ナイスキーパー、坂本勇の決定機だったんですが、西川うまかったです ね。クロスの質も良かったと思いますし、ここで切り返してというところでしたけど、西川よく飛び出しましたよね。柳、鈴木、吉武も上がってきています。さあここはファーサイド、柳が落としてこぼれ球シュート、ゴールを決めたのは鈴木です。こぼれ球にしっかり対応していきました。先制したのは岡山。この逆サイドで折り返したところ、そして抜けてきたところを丁寧な胸トラップから素早い振り抜きでしたからね、ここは抜けてくると思ってなかったでしょうけども、それを最後まで狙っていたところは鈴木冷静な判断でしたし、素晴らしいシュートを打ち込んだと思います。ナイスゴールですね。3月25日第6節千葉戦でのゴール以来25試合ぶりのゴールです。安田から2サイド広げて松尾、仕掛けることができる渡辺から、グランダーのボール受け取った、サムエルからマイナスのパス、野村から高田、柔らかいクロス、これはまだ続いている、また柔らかいクロス、走り込んできたシュート、こぼれ球にも反応しましたがサムエルでした。右からのクロスを戻して左に供給、堀田もこれよく対応しましたけども、連続攻撃でしかも相手の足が止まったところに前に入ってきたんですけれどもね。シュートできた、セカンド、これはわずかにバーの横、高橋のシュートでした。壁に当たったこぼれ球よく反応してね、シュート振り切りましたね。さあここでボールを手にしたるかを、さあドリブルで運んでシュートできた、ただこれはキーパーの正面ですが、しっかりキープして自分で持ち込んでいって振り抜いたというシーンは良かったと思いますよ。もうワンプレーあるかどうかというところ、スローインは岡山、試合の締め方もポイントという中で、ここで長いホイッスル、ファジアーノ岡山、上位大分を下しました。4試合ぶりの勝ち点3。
ホームでも4試合ぶりの勝利、クリーンシートは8試合ぶりです。